早えなーと思って、やめんの。なんか絶対あんのかなーと思って。あ、そうですね。ま、そこさっき言わしてもらったみたいに、こう、自分で、こう、新しい世界に挑戦し、チャレンジしてみたいっていう気持ちもあったので。ああ、セカンドキャリアでしょ？セカンドキャリアがこう、やりたいこととしては、これどこまで流れるんですかね？全部流れるんですか？いろいろ話はいただいてるんですけど、うん。まあ、こう、自分の中ではこう、またサッカー、サッカーとは違うって言っても、こう、クラブ、サッカークラブとかでフロントとかの営業とかに興味があるんですよ。あんま指導者の方は僕自身があんまり考えていなくて、まあ、僕自身としてはこう、チームとかでもこう、フロント業であったりとか、そのビジネスの方の世界に興味があるので、うん、そういうこう、ビジネス業界っていう方に入って、こう、学んで成長していきたいなっていう思いが、今は思ってます。え、それはサッカーにも、サッカーじゃなくてってこと？サッカーかもしんない？サッカーかもしれないし、そうじゃないところでもっていうのも、両方のパターンで、あの、いろいろ話もいただいたりとかしながら今考えてるところですね。じゃあ、場所は別になんか、例えば地元帰りたいとか、はい、そういうのは特に別に何にもない、どこで話さえ良ければやりたいこと、そうですね、話があれば、うん、どこでもいいっていうのはあるんですけど、まあ、僕もあの今あの嫁さんと子供も2人いて、まあ、子供が大きくなる頃にはあの大阪に住みたいなっていうのは あるので、まあ、数年、長くても数年以内にはやっぱり大阪には拠点を持ちたいなっていうのは、あの家族では話しているところはあります。できればそうしたいなっていうのは、まあ、実際どうなるかわからないんですけど、うん、家族と話している中ではちょっとそういうことができていければいいなっていうような話は今のところあるところですね。そうなんだ。やっぱでも、地元が大阪？そうです。僕もあの奥さんの方も大阪なんで。大阪なんだ。はい。まあでも、帰れない距離じゃないじゃん。ああ、そうなんですよね。ああ、今の香川とかで考えるとそうですね。香川だった。香川で考えたら、はい。香川はそうですね。だから今、香川とかも、すごい住みやすくて家族も気に入ってるっていうのはずっとありましたね。ここ4年間住んでるんですけど。あ、4年も住んでんだもん。あ、そうか。そうですね。僕も2019年から、キリさんと一緒にやってた頃が2019なんで、19、20、21、22。4年間やったので、ね、所属はガンバーとサネキだ、はい、あと千葉にいました。半年ぐらいか。半年ぐらいですね。半年です。半年です。そうだよね。半年なんか行ってたよ、はい、すごい短い期間行きました。じゃあ一番長いのがガンバーってこと？そうですね。ガンバーが6年半ですね。半年千葉に行って6年半。プロはそうですね。プロ生活だそうで、学生、ジュニアエースとユースも、ガンバで育ってもらったんで、それを合わせると、12年半ぐらいですね。ずっと。ガンバ育ってもらった、ね。ガンバとかの思い出で、なんだろう、こう、一番楽しかったっていうのは何？いつ？楽しい。いや、プロになってやっぱり、ガンバの時に、うん。出させてもらった頃に J2 優勝したり、三冠とかっていうのを経験させてもらったんですよ。そこがちょうど、何ですかね、携わらせてもらったというか、こう自分も関わらせてもらって、やっぱ優勝とかできたっていうので、うん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 、すっごい楽しかったですね。なんかもうほんま、プロサッカー選手やなって感じの。確かにね。プレー面もそうやし、やっぱりそうなると周りの扱ってくれ方っていうか、うん、そういうのもやっぱプロやなっていう感じがすごいあったので、そこはすごい楽しかったですね。確かに若かったんで、まだ20歳とか19、20歳ぐらいだったんで、やっぱり優勝とかしてるから給料とかももらったりもボーナスとかもありましたし、うん、試合も出てるから。これってガンバって
勝利球いくらなのって聞いたら、これ流しちゃダメなのかな。いや、どうなんですか。でも今もまだ変わってるんですけど、僕がおった時と。あー、どうなんですかね。僕どうなんだろうね、これってね。昔は1試合いくらでしたみたいなのとかけど、僕がおった時はそれで言うと、うん、多分勝利球とかは少なかった。他のチームの人と聞くと勝利球は多くなかったです。ただこう出場球とかやっぱおのおのあったんで、ああ出場球があるのがなんか珍しいって聞いたんですよ、その当時。ああそれがあったので。ああ、あったんだ、その時に。そうです、全員出場球があったと思います。僕はあったんで、多分全員やと思います。だから勝利球っていうより出場球で足すと、まあ多い人は多いっていう感じだったと思うんですよね。今はなんか変わったのかな、わかんないですけど、なんか変わってってるみたいな感じは。出場球と勝利球合わせて3桁いく ?3 桁はいかないです。いかないよね。いかないです。僕はもちろん行ってなかったし、多分行ってる人もいなかったんじゃないですかね。行ってないと思います。あ、ガンバってさ、はい、すげえ金の話は多分、はい、みんな言いたいことだから。はい。そうですね。そう。めっちゃ聞くけど、はい、答えられるやつは答えてね。答えられるやつ、はい。うん、どこまで答えていいのかも、別に僕はね、いいんですけど、なんか注意されるのも嫌かなっていうところで。ましてやガンバに関わるかもしれないし、今後。そうですね、そういうこともね。はい。まあ、それはどこ行くか分かんないからな。はい。まあ、だから、そのガンバとかでさ、はい、昔、ま、俺とかマリノスいたときは、はい、順位でいくら行くって言ってたの、はい、順位、ボーナスみたいな感じってことですね。勝った試合が、例えばさ、勝った試合が3位に上がったとかっていうんだったら、はい、勝ち点3積み上げて3位に上がったっていうんだったら、その3位の時の金額が、はい、あ、そうなんですね、そうなんですね、はい、そうだから、全然なんかこう普通にずっと1位だったら多分本当に3桁、あ、そう、すごいっす、ね、そう、あれだよ、出場球と勝利球合わせて、はい、あ、その当時はこうどこも出場球があったんですよね。結構そうですよね。それがなんかなくなってったって話は聞いてたんで。そうです。はい。10万とか15万とか。はい。そういうのもあったから。はい。だから、ガンバは一律？どれがですね、勝利球ですか？勝利球。勝利球は一律でしたね。一律、なんかね、一律の時もあったし、連勝してたら上がっていくって時もあったと思うんですよね。確か連勝あったと思うんですよね。でも記憶にあるのは一律でしたね。そうなんだ。はい、ベンチ。はい。ベンチの人はさ、はい、フロンターレとかは全員もらえたりするじゃん、同じ金額を。あ、そうなんですか。そうだよ、そう。知らなかったです。そういうことはある。今は知らないよ。はい。そういう時期もあったはず。今は。あ、そうなんですか。うん。なんか一律で全員もらえるって。そう。なんかそういう話もあるし、はい。俺がもらってたから、あれだよ、確定じゃないけど。はい。ガンバとかは何、どんな感じだったの？いや、出場のあれじゃないですか。割合。割合ね。割合でしたね。僕は。でも、これ何パーセントは答えられるよね。何パーセントかはいいんじゃないですか。その、ねだけだった何分とかで、4分の1区切りぐらいでした、確か。何分出る、何分出る、何分出るとか、4分の1区切りやったんです。そうだよね。はい。まあ、そこら辺はね、確かにみんな多分すげえ聞きたいとこだと思う。そうですよね、絶対。でも、結局でもさ、はい、何年間やったの ?18 からだから。11年間やりました。11年間か。はい。で、じゃあ、怪我してる期間を抜いたら、お前、相当少ないってこと？少ないっすね、多分。怪我で、多分、どれぐらいですかね。まあ、その怪我の全治の数だけで見ると2、3年かもしれないですけど、まあ、そこから、怪我して、あれですよ、怪我のリハビリ期間が2、3年ぐらい、全部足して3年から4年ぐらいですかね。アキレス腱だけで1年半ぐらいなんで。そうだよね。そのケツの
肉離れみたいなのしたんですけど、それも結構長く休んだと思うんですよ。半年ぐらい以上休んだかな。なんか、もうずっと痛かったんで、それは。リハビリ合わすと、下手したら4、5年やってないかな。そうなんですね。結構コスパで言うとね、悪いかもしれないです。かなり。この間、それこそ今年に、セレモニーをや、引退ではなくて、こう、出場数のセレモニーやっていただいたんですけど、チームにも。それが、150試合やったんですよ。J1 と J2 と J リーグ通算の。11年で150試合って言ったら、結構、1年10試合ちょっとかなっていう。結構よくそれで11年間、やってこれたなっていうのは自分でもすごいなと思いますね。でもなんかもう、悔いはない感じ？そうですね。自分の中では結構楽しみっていうか、はい、次のことが楽しみっていうのは結構、悔いっていうところではあんまりとないですね。あと、だから、自分が何をできてないんやろうって思った時に、これをやりたいっていうのは、特に、はないというか、まあ、もちろんこう、ね、ずっと上を目指して頑張っていきたいっていうのはあったんですけど、うん、それがこうサッカーからこう次の新しいチャレンジのところに向きが変わるだけかなって自分の中で思ってるんで、その上を目指してやるっていうのがすごい自分の中で楽しいんで、そういう意味ではそっちに、はい、向いてってるので、悔いっていうよりは次の楽しみっていう方が大きいですね。まあね、やめたときは、ちょっと思うよな。そっかそっか。はい。